はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第118回でございます。で、今回のテーマは12月にやるべきことで、サブテーマが勉強キャスやってますっていうのと、手紙は順番に送っていきますと、こんなテーマで話していこうと思います。で、今日12月6日で、12月初めてのねダラダラジオだから、まあ12月に入ったので、今月ね、まあ今月、まあ冬休みもあるからさ、まあその辺も踏まえてこういうことやってた方がいいよっていう、まあ受験生をメインに話してはいくんだけど、まあ1、2年生、2年生、まあ1、2年生とか小学生のみんなとかにも、まあ多少ね、あ、そういう時期なんだっていうのを感じてもらえるようなことを話していこうと思いますので、もしよかったらね、お付き合いください。では行きましょう。で、勉強しなきゃいけないなんてことはね、まあみんなも分かってることなので、で、よく質問ももらうんだけどさ、この時期はどんなことやったらいいですかみたいな、うん。で、いつも言う、特にね、自分の場合は個別指導でずっと塾講師をやってた分ね、どうしてもこう、その人その人の状況を聞いてアドバイスをしたくなってしまうので、くくれないの。もう12月はこれをやんなさいみたいな。そう。あまり得意ではないんですけど、結構やっぱその子その子で違うからさ。でも、こう、頑張ってまとめて、いろんな人に共通することとして言えることは、やっぱり過去問演習です、こっからはもう。12月は。そう。基本的には、冬休み、あれだよ、目安だよ。冬休みに入るまでは、まあ、ギリギリ、まだ、基礎というか、勉強しててもいいんですけど、やっぱ冬休みぐらいからもう過去問演習をやる。で、過去問をね、実際に解いてみて、で、まあ、できるできないっていうのが出てくるんですけど、で、過去問演習で、まあ、今回それをメインで話そうと思ってたんだけど、過去問演習で気をつけなきゃいけないのは、過去問って何のためにやるのかっていうのを改めてちょっと考えてほしい。いい？過去問って何のためにやるのかっていう。で、これをね、ほとんどの子が答えてくれる答えが一個ある。それは自分が実際ね、まあ、過去問その受けたい高校の問題だからさ、どのぐらい取れるのかを測るためだと。今の自分の実力を知るためだと。その通りです。その通りなんですけど、それは答えの一個でしかない。で、それだけで過去問を解いてしまったら、自分は過去問を解く意味がかなりそがれてしまう。うん。大事なのはそこじゃないと思っていて。じゃあ何のためにやるのかって。いつも言う。ね、いつもよく言いますけど、わからない。解けない問題に出会うために言ってるだけなんだよ。そう。基本的に、模試の問題、まあ、あと入試の実際の問題、過去問何でもいいです。そうやってね、一つのテストってことで組まれたものには、簡単な問題から難しい問題までがバリエーション豊かにこう、まあ、散りばめられてる。そうやって作られてるから。平均点がちゃんとこの側に行くようにって設定されてるんでね。で、その中で、こう、解ける解けないのもの出てくるんだけど、実際やってみました。で、わっしゃー、70点いったぜ。俺受かるんじゃね？よしよし、休憩。よっしゃー、飯食おうとか。そう、これで終わったら意味がないよね。やっぱり模試とかも全部そうですけど、まあやり直しをやらなかったらダメだと。その後に繋がらないからさ。もちろんそのね、過去問やってみて、いい得点が取れた、自信がついた、大いに結構、すごく大事だから。そう、大事だけども、ちゃんとやり直しをする。で、これは過去問だけじゃなくて問題集とかでもそうですけど、今の自分はどの問題をできるようにならなきゃいけないのかを判断しなきゃいけない。で、この判断は学生のみんな自身でやるのはちょっと難しいところもあるので、これできる子もいるんだけど、もちろん。学校の先生、塾の先生、お父さんお母さん、友達、誰でもいいです。いいので、頼れる人に頼る。この中で、どれをまずできるようにした方がいいかなとか、どれが簡単な方をとか聞き方でもいいね。例えば、過去問やりましたと。やってみて、じゃあ40点でした。やってみたら、ある、じゃあ数学にしようかね。数学40点だった。で、ここに受かるためには、自分数学で60点が欲しいとします。あと20点だね。で、まぁ、大体入試の問題ってのは1問4点ぐらい、平均4点ぐらいなので、20点取るにはあと5問必要だと。で、その5問を取るには、間違った問題が60点分あります。で、まぁ、何問かわかんないよね。わかんないけど、いっぱいあると。それを全部できるようにしなきゃいけないわけじゃないじゃんか。特に、さっきも言ったように難しい問題までが散りばめられてる。その問題の中でも圧倒的にもう俺がよくね ABCD で難易度をランクつけるんですけど、もう D ランクだと一番難しい本当に。 D ランクレベルを60点取りたい子が
できるようにしなきゃいけないわけないんだよ。だったら間違った問題の中で A ランク B ランク多少簡単な方を確実にできるようにしなきゃいけない。それがただの計算問題なのか、もしかしたら扇形の面積の公式を忘れただけかもしれない。でも公式を忘れただけなんだけど解けなかった事実に違いはないでしょ。だからそこを押さなきゃいけない。その D ランク A ランクの問題がある。確かに D ランクの問題は証明とかやっぱり基本になりますけど、それでも得点配分そこまで変わらないよね。この D ランクの問題25点だからとかないじゃん、入試で。高校入試なんかだと特に。大学入試はね、配点が高いものもあるのでね、ちょっと話が変わりますけど。だから過去問とか難しい問題、模試の過去問何でもいいです。やってみて、自分が抜けてるところを探してごらん、早く。で、これはね、俺の動画だとちょっとね、まあ俺の動画でもいいし、塾の勉強何でもいいんですけど、ちょっと間に合わなくなったりする。もちろん、こう、いろんな問題をね、ブワーって、いろんな動画をドワーって見てもらって、あ、やばい、これ忘れてたって見つけるのもいいんですけど、時間がかかるので多少。だったら、まあ、その動画をやりながらでも構わないけど、その問題演習がいっぱい詰まってる。過去問とかをやってみて、あれってこれ、あ、これどうやってやるんだっけみたいな。ど忘れしてるみたいなのが見つかったら、そのど忘れしてるところは今落とし穴になってる。みんなにとって。いい？テストで出てきたらまた落とし穴落ちるから。その落とし穴をちゃんと埋めてあげるの。思い出す作業をする。で、ここで思い出す作業をしたら何かでメモっとくといいよ。忘れた問題。できればノートとかに自分が最近間違った問題とかね、こう書いたりとかコピーして貼り付けてったりするといいんだけど、その一回落とし穴になったものっていうのはまた落とし穴になる可能性が高いんです。いい？自分の性質だからそれが。ごめんね。だから、また、何忘れたっけって、落とし穴だったことも忘れてしまうので、だったら、そのノートを作っておく。まあ自分の落とし穴ノートではないけど、ね、うっかりミスが出たノートを作っておけば、それをパッて見たら、あ、これ前間違ったわってやり直して、OKOK できてるできてる。おお、ちゃんとできてるじゃん。って確認もできるし。っていう、そういうことをやった方がいいです。この1ヶ月。12月は。いいかな。勉強の仕方の一つとして、ね、もちろんこれが全てじゃないから。でもまあ参考にしてみてください。で、これ在校生とか1年生、2年生とか小学生のみんなは、冬休みに入るので、冬休み、何するか、とにかく復習しましょう。まあ特に、中学校1年生、高校1年生、小学生のみんななんかはそうなんですけど、ここで取り戻しとかないと、どん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 苦手が増えるよ、この後。いい？今のうちに苦手なものは復習しておく。で、もちろん休みだから遊ぶことも大事だからね。勉強勉強なんかになんなくていい。しっかり遊んで、やることもやる、ちゃんと。勉強もね。っていうメリハリをつけれる冬休みにするといいです。で、おそらく今日12月6日なので、テストはもうないかな？どうだろう？自分はね、あれなんですよ。塾講師やってたのが2学期制の、2期制のとこだったのね、前期後期の。だから前期後期だともうこの12月頭にね、テストが終わったらもうないんですけど、この後、冬休みまでは。ちょっと3学期制わからないんで申し訳ないんですが、テストがないんであれば余計にね、今までの復習をしましょう。で、もう復習ができてるっていう方はね、もうガンガン予習してもらっても構わないので、冬休みって夏休み以上に、また当たり前だけど短いでしょ。で、短い上に忙しいんだよ。で、これはみんなの忙しさじゃなくて、家庭が忙しい。日本、まあ日本中そうですけど、年越しとかがあるんで、そう、世話しないんでね、すごく。師走、まあ12月っていうのはね。で、年明けても、正月気分出るでしょ？勉強勉強なかなかならないから。こう、冬休みの、例えば1月になってから頑張ろうぜっていう子は頑張れないから。本当にだらけるんで、空気がだらけるから、それはしょうがないと思うんだよね。そう。大人でもそうだし、気が抜けてね、こう、いっぱいお酒飲むんだから、大人は。うちもいるわけだしね。だからこそ、明日からダイエットするんじゃなくて、今日からダイエットする、ちゃんと。いい？っていう感じのイメージで、今できることを一個ずつやっていくといいです。そう、しっかり気を引き締めるっていうね。で、最後に、特に受験生。で、あとは、まあ、1年生、2年生もそうですし、小学生もみんなそうなんだけど、今月はとにかく体調管理に気をつける。で、受験生のみんなは、夜型のね、なんだ、生活サイクルが夜型になってる方は、ぜひ今月で朝型に直しましょう。なぜか。試験、入試の時は朝だよ。試験始まるのは。
もちろんね、大学受験でたまに豪華だってとこもあるんですけど、でも豪華だから、それでも。いいね。今、夜型にしといて、一週間とかで朝型に行き合い直せないです。確かに起きれるようになっても頭が起きないです。しっかり頭、あと朝、8時、まあ、9時ぐらいからかな、には、頭がすっきりしてるように、そのためには、6時半から7時に起きてっていう、まあ、6時ぐらいかに起きる必要が出てくるの で、寒いでしょ、寒いから起きにくい時期だから余計に体調管理をしつつ、手洗いうがいとかね、しっかりしてね、手洗いうがいだけでも全然違うからしてもらって、生活サイクルをちょっと受験に合わせる風にしてってください。で正月で夜型に戻さないでね、そこもすごく大事なので、いいかな。なので勉強の仕方のね、一つとしてはさっき説明したことで、あとは体調管理と生活サイクル、そこをしっかり整えるっていうのが、もっといっぱいあるんですけどいっぱいあるんですけど、まあ、10分ぐらいで伝えたいことといったらそれかなと思ったので、今回はねそれを喋らせていただきました。で、サブタイトルの方ですね、勉強キャスやってますの方なんですけど、でこれは前もちょっとね、言わせてもらったんですが、自分もともとですね、ツイキャスって知ってるかな、ツイキャスって言って、こう生放送でこう自分が喋るっていう、普通にみんなと交流をするだけなので、悩み事聞いたりとかする会を毎週土曜に開いてたんですね。でそれも土曜の夜に今でもやってるんですけど、それ以外、それは普通に雑談するだけなので、で勉強キャスっていうのをやってます。でこれは不定期なので、いつって言えなくて申し訳ないんですけど、平日の夕方、まあ、5時ぐらいですかね、もしくは平日の夜10時ぐらい、にキャスをつないで、みんなからすれば、まあ、ツイキャスを見てもらって、俺のページを見てもらったら、みんなの画面、パソコンでも携帯でも画面に俺が映ってます。でその映ってる俺がそこでずっと勉強か仕事をしてます、映ってる状態で。そう、普通はツイキャスっていうのはその喋る側がいろいろ喋ったりとかして、みんながコメントをくれてそれに返したりとか交流するっていう場なんだけど、勉強始まったらもうシーンです。そう、俺普通に黙々と勉強してるし、で何分に始めたら何分に休憩ですって言うから、休憩入ったらそこでみんなにコメントもらって、こうなんだ雑談すると。で休憩が終わった何分から、じゃあ次何分まで勉強しようぜみたいな感じのをやってます。で、まあ、最初はね、こう思いつきで試しにやってみたんですけど、今、だいたい夕方でも夜でもやっても、まあ、60人ぐらいの方が集まって勉強を一緒にしてるんですけど、こう、多分ね、合う合わないがある、絶対に。合う合わないがあるんだけど、結構こう、集中してできるというふうに、学生のみんなとか、あと保護者の皆さんにもね、すごく、一部の方に好評いただいてるので、今続けてるんですが、特に家でやるとさ、やっぱりこう、集中できないんだけど、イメージは、一緒に勉強してるわけじゃないよ。同じ空間ではないけど、画面を見たら目の前に、一応勉強してるおっさんがいるわけだよ、俺が。そう。でも、それを見るだけでもやっぱ違うんだよね。一人じゃないって思うし、こう、あ、一緒に頑張らなきゃ、何分までだね、何分まで頑張ろう、みたいな。俺、時間決めてちゃんとやるからさ。そう。なので、もし、ちょっと、最近ね、こう、勉強が集中しにくくなってるとか、っていうようであれば、一回来てもらって、で会わなかったらやめればいいし、別にお金かかることじゃないからさ、まあ来てもらえたらいいのかなとは思います。もしよかったら参考にしてみてください。でその勉強キャスの参加の仕方なんですが、もちろんツイキャス慣れてる方はツイキャスでね、ハイチって調べてもらったら出ると思います。で一番は自分のツイッターをフォローしていただくと、ツイッターの方で何分からあと勉強キャスやるよとか、でキャスが始まったらこのボタンピッて押せばリンク飛んで、そこからもうページ開けるとかっていうになりますので、ツイッターやられてる方はひらがなでハイ1って、ひらがなね、でハイ1って調べると多分出てきますので、自分の顔アイコンがなってるからね、そちらフォローしてもらえると、なんだろう、滑らかに行きやすいと思いますので、もしよかったらね、参考でも使ってみてください。で最後に手紙です。これは10万人記念イベント、会う方のイベントはもう終わりましたけど、手紙の方のイベントもありまして、今1通送りました。はい。で順番に今書いて送る形になりますので、で12月中には送ります、必ず。はい。なので12月中に届いた発送を持って、まあ、当選はね発送を持って返させていただきますので、手元に届いた場合は
ぜひ読んでやってください。結構真面目にちゃんと書いてますのでよろしくお願いします。ではちょっとね長くなっちゃいましたが、今回はハイチのダラダラジオ第118回、12月にやるべきことというテーマで喋らせていただきました。今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で次回はまだ決まってないですけど、今年はあと13、22、23、22、23、3回か。で今年も終わりですね。まあだから何っちゅう話なんですけど、またね、テーマ決めて喋っていきますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。